お腹すいた。お腹すいたよ。この先は何もなさそう。お腹すいたよ。Jesus. これでくたばるようだったら、それだけのガキだったということだ。力が出ないな。はっ。ザコがいるようだな。凄まじい木の塊だ。チッ、妙なのが嫌がる。今のあいつには荷が重いか。始末するし。
ザコが手間を取らせやがって。どれだけ嫌がる。
終わりだ。さて、追い詰められ。お腹すいた。あのクソガキ。だが、サイヤ人どもと戦うには戦力。一度きりだ。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。一度休憩した方がよかろう。まったく世話の焼けるガキだ。どこにある？この辺りか。まったく世話の焼けるガキだ。この辺りはもう探したか。この辺りか。この辺りはもう探してきた。一つでは足りんか。どこにある？これだけあれば十分だろう。世話焼かせやがって。
バカな。変身だぞ。これがサイヤ人の力だ。なんということ。なぜあのガキが。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。でもお肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。
は。うん、いやってことは、うん、僕ほんではヤンジロベ悟空のやつピッコロに嫌な孫君の息子がさらんでも迷ってもうか、うん、ここじゃ、うん、まあこの肉を俺が狩り、そんなそうお宮を連れとにかく狩りのコツはじゃん狩りのコツそんじゃそみゃには言う鹿はヤジロベエさん鹿をうまく捕まえたいなら後ろから近づけって言ってたなよしうまいこと捕まえられとるかに鹿に見つかったら逃げられちゃうぞはっ鹿に見つからないように後ろから近づかないといいよはっやっはっやっよしちゃんと全部捕まえたぞこれでもよ今神様のとこで修行してるんだわあんまりそろそろそうだったんじゃそ食べるものは早く帰りたなんだサイヤ人どもはまだ来ていない確かめてみるソンのやつが生き返ったわけではあるまいまだドラゴンボールが使われた様子はないからなどこのどいつかわからんが敵であれば倒すだけだザコがいるようだなおいうわピッコロ貴様なああその様子では仕方ない俺は一度魔族に殺されてるんだからだったらその証かかってこいくそそうか貴様とは一度手合わせしたことがあったそうか昔天下一武道会でなどれほど成長できたか確かめてやろうどうしたその程度かまだまだわっちまたザコと呼ばれたのか俺を見くびるなよHuh?
動き、そしてたくさんは泣かないか。俺だってあれからも修行を続けてるんだ。ジュアリコネタうわっ、うわっ、くたばれ、うわっ、うわっ、うわっ、やっぱり強い。貴様の力は大体わかった。ふん、貴様の修行は間違って、俺だって二度と死にたくない。そうすれば、くそ、俺だって悟空絶対もっと強ん、これは凄まじい木の塊だ。ピッコロか。ふん、俺が俺の接近にも気づいぶんなもの。俺は貴様だったら、ほう、俺は神様そしてその仕上げとして貴様が相手なら超俺の力。面白い、相手をしてやろう。貴様は天下一武道会でソニーと戦っていた。そうだ、あの時の俺ではソニーの本気を引き出すことすらできなかった。どうした、俺の本気を引き出してみろ。チェイク、うわっ、うわっ、ズワリ、さすがピッコロ、多少はやるようだが、その程度は。あっ、チェイク、チェイク、チェイク、足りないものがある。これくらいにしておくか。思ったよりやるな。弾よけくらいにはなりそう。せいぜいこの野郎、行って調子に必ず来た。おお、なんというパワーだ。せい、調子がねえ。感じたパワーの、そういえばそうだ、ちょっと修行の成果を試さ、何死に卒業試験に自分より強いアガ、いつまでも悟空に修行の成果を見せ、死んでも貴様は俺を知っているようだ。当たり前だ、お前が悟空と戦った天下一武道会に俺だって出ていたんだから。なかなかやるじゃないか、ピッコロ。知らんな、いきなり余裕あるよ。
ズワイそうだ、思い出したぞ。貴様、人間の姿を借りた神に負けた男だ。それを言うな。ズワイお前の力不足を思い知る。知ったようだな。おかしいな。こんなはずじゃ。バカめ、貴様が修行している間、俺様が遊んでいるとでも思っていた。少々強くなった程度で。言われてみりゃ、命があるあたり。成果は一から修行をやり直すんだな。いや、ちくしょう。見てろよ、俺だってやってやるからな。そろそろあのガキのよ。いい加減。凄まじい木の塊だ。それ以前にくたばっているかもしれんがな。なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。めいたな。この調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。
ん？なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいん、おめは、海王者。え、お前、しょうが違う車両サービスして。もしもし、あれ、誰も電話に。ふっ、ぷぷぷ、さ、お前何、ほら、とっとと帰れ、シャレのわからんやつに。そりゃね、そこまで、このギャグのと、かいいよ。そりゃ、今はやり直、トンが吹っ飛んだ。ぷぷぷぷ、割れた。くそ。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か、それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。痛い痛い。
リンゴ一つ自分で取れずにない。僕、これはピッコロだ。お父さんが昔、少しは父親から俺のことを聞いていた。確か昔は。では本格的にし。よし、そうだ、昨日浮かれていられるのも今のうちだ。準備ができたら。お、なんとか飛べるようになれたけど、ピッカロさんと出会わせか。ちょっと怖いな。僕でもなんとか勝てそう。ピッコロさんもっと優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ。僕、はい、行くぞ。逃げずに来たな。見るのではない、感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。もっと強くない。あとたった6ヶ月しかないんだぞ。体がくたくただ。もうこれ以上は動けないよ。やっ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 よし、今日はこれくらいにしてやろう。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！おお、
あっさりと、まあ見事だ孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外は甘ったれるな。死にたくなければも…わかってるけど…くだらんことを言う。わば、ひとまず飯だ。寝る時以外、それに僕なんかが…そうだ、どうせならこの…ちょっと食べ物を探してこようかな。ピッコロさんの方が断然強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。まずい。
お母さん元気かな。お母さんのご飯早く食べたいな。僕でもなんとか勝てそう。はい、行くぞ。こんにちは。ちょっとだけ
僕も。僕が強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした？はい。どうした？それでサイヤ人と戦えると思っているのか？行きます、ピッコロさん。じゃあ
忘れるな。ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。この道着って何か文句でもあるのか。うん、ありがとう、ピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何、どうしたんだ。お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして、決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。へい。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。見つけたぞ。よしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。